こんにちは、社会人事部長の長谷川充です。本日のですね、武田陽一先生の日めくりカレンダーですね、こちら22日です。今日の内容は、会計の仕事は必要だが1円の粗利益も作らない、会計の仕事は思い切って簡単にし、余った時間はお客様活動に回せということですね。私の専門が人事の専門ですけれども、ここに書いてあるですね、会計とか経理の仕事と同じように間接部門という言われる部門ですね。直接お金を生まない部門という部分もありますので、いかにスリムにするかと、効率化を図るかということが非常に重要なのかなと思います。その効率化した部分とかですね、時短になった部分を、営業活動、こちらの方にですね、やはり当てていこうと、これが非常に重要じゃないかなというふうに思います。